世界には今だいたい6000くらいの言語があると言われていますで皆さんちょっと今想像していただいて100年後の世界を想像してみてください一体6000のうちのこの言語のいくつが残っているかということなんですユネスコが世界の消滅の危機にある言語というリストを発表しましたその中には だいたい2500ぐらいの言語がこの100年間のうちになくなるもしくは危険だということが書かれていますいやそんなこと言ったって日本語関係ないだろうと思うかもしれませんところが例えば八丈島の方言奄美大島の方言そして沖縄本島の2カ所の方言あるいはもっと南に行って宮古島石垣島とその周りそして与那国島の方言は今後100年間でなくなってしまうかもしれないということが書かれています これはとっても残念なことです言葉が消えてなくなるっていうのは一体何が問題なのかということを考えてみたいんです実は私たち、言葉ってコミュニケーションのための道具だと思ってますよね、これ、合ってますただ、もう1つあって、えー、今日歩いてくるとき皆さん暑かったですよねで暑いなというのを心の中で暑いなという言葉を話してませんでしたかで、えー、我々、言葉を使って、えー、実はものを考えています。 言葉のもう一つの重要な役割というのはコミュニケーションだけじゃなくて頭の中で考えるという働きがあるわけです。ということは言語がなくなってしまうということはその言葉を使っていた民族の考え方が地球の上から1つ消えてなくなるということです。でこれは人類の例えば文化や物の考え方思考の多様性がなくなっていくということで、えー、人類にとってはこれとっても大きな損失なわけです。 そしてもう一つ日本ではこんなことも起きています皆さん若い世代です共通語しゃべれると思いますところが地元のお年寄りの言葉どうでしょうか今医療や介護の現場それから大きな災害があった現場で高齢者の人たちが話す言葉を若いそこで働くお医者さん看護師さん介護士さんそんな人たちに通じにくくなるという問題が起こっていますでこういったことを何とか解決していきたいというのが私たちの学問です 今伝統的な方言を研究するだけじゃなくて例えば学校教育の場で子どもたちが伝統的な古い方言を楽しく学べるようにしようじゃないかあるいは医学や介護の教育の現場で方言の勉強をできるようにしようじゃないかということを考えています今までの方言研究というのは言葉を調べるだけでした。 ところが今私たちの新しい方言研究はその言葉で起こっている問題をどう解決していけばいいのかということを考えるそういう新しい方言研究が始まっています。